母さん、授業参観のことなんだけど。うるさい！話しかけてこないで！ほんとうっと、あんたたちさ。うるさいわね！話しかけないで！ああ、また濡れたシーツ。じゃあ一緒に下に行こう。洗濯の仕方を教えて。そのシーツを洗濯機に入れたら電源入れて、電源はその入りボタン、その次にスタートボタン、それで洗濯が簡単でしょ？忘れたらまた聞いて。やり方は分かった？これから洗濯はレンヤが担当。レンヤ。あと少しでできるから、その間に洗濯物干しといて。
飯できたよ。早くおいで。久しぶりにカレー作ってみたんだけど、どう？材料準備するの大変だったんだよ。感謝して食べな。そのテスト汚さないでよ。でしょ？お母さんに見てもらうの。帰ってくるに決まって。100点のテスト見たらきっと喜んでくれると思うの。やっぱりレイヤもそう思うよね。普通じゃない？子供なんだから、お母さん。
掃除の時間になりました。皆さん掃除をしましょう。さようなら。Thank you.
私の消しゴム見つけてありがとう。じゃあ玄関で。